学は笑い単位制大学だ。今から出てくる芸人たちは皆ここの学生。卒業するためにはネタを披露して笑いを取らなくてはならない。漫才、コント、何でも OK だ。この大学の学生たちである観客に判定をしてもらう。そう、ここはキャンパスだ。さあ、授業を始めよう。学生の諸君、こんにちは。この授業はキャンパスラフ、卒業を目指して笑いを取れの授業なのだよ。教授の高橋遥と准教授の秋元博嗣です。よろしくお願いします。記念すべき第1回目の授業なのだよ。気合を入れていきましょう。それでは早速1組目の発表に移るのだよ。1組目は、キャンパスラフ1年のスカスカブレインによる、漫才です。それでは卒業を目指して笑いを取るのだよ。次のイベントって言ったらもうクリスマスですよ。確かにクリスマスだね。もう情けないことに彼女がいないですよ。情けなさすぎるよ。ネットで調べてきたんですよ。じゃあね、彼女の作り方って検索したら、吊り橋効果、これ出てきた。こんな出てくんだ。そうだ、吊り橋効果はいいじゃん。いいね。もうちょっと怖い話とかして、キャー怖い、ドキドキ、これどうよ。最高じゃんそれ。学校の階段とか。いいね、花子さんとかがいいね、こうドア開けたらそこにいるみたいな。そうだね。いいね。じゃあネタ調達のために深夜の学校に忍び込まれてる。オーケー。うわぁ、やっぱり夜の学校って雰囲気出るなぁ。確かに怖いなぁ。ちょっと怖すぎてトイレしたくなったからちょっと行ってくるわ。行ってこい行ってこい、お前花子さん出るかもな。やめろよお前、怖いなぁ。もうええー、怖いなぁ。もういやぁ、どうした全部和式。我慢しろよ。仕方なんて分かる。和式トイレ仕方調べるなよ。我慢してやりなさい。そんなことしてると横から花子さん出てくるんだよ。いやー、でもちょっと待って、用意が勝つな。大丈夫、出始めてるとかじゃない。こんなことしてると花子さん襲いかかってくるんだよ。時間がかかるんだよ。なんでこんな近づいてくるんだよ。もう怖いだろって。絶壁しようか。早く逃げよう。逃げよう。するとどこからともなくお皿を数える声が聞こえてくるんだよ。お皿が1枚、2枚、3枚、あれ足りない。そう、あの有名な割れたお皿を探し続ける女の霊が出てくるわけだよ。ここにあった。あっちゃダメなんだよ。ハッピーエンドで終わっちゃうでしょ。しっかりやって。1枚、2枚、3枚、あれ足りない。すると女の人は怖い顔した前にこう聞いてくるんだよ。お皿知りませんかって。知らないな。持ってんな。ごめんなさい。お父さん、女の人襲いかかってくるんだよ。みんな扉から帰ろう。ガチャン、バン。するとそこは理科室で人体模型が走り回ってんだよ。3代目もっとすぎるでしょうか。普通に驚いて。いやー、え、水槽ってここにあるんだ。勉強するな。勉強熱心すぎるよ。怖いから帰ろう。帰ろう帰ろう帰ろう。小国行くわけだよ。くそ、押しても引いても開かねえ。お前冷静になれって。はじきやってる場合か。ここは開かないから逃げよう。逃げよう逃げよう。すると目の前から白い服を着た女の人がこっち向かってくんだよ。ひぃ、何になるだろう。さっきのお皿まだ持ってきた。2、3枚ほど。パクりすぎだよ。返してきなさい。ここも無理だ。逃げよう逃げよう逃げよう。するとどこからともなく女の人の笑い声が聞こえてくるんだよ。ブタッパだ。雰囲気ぶち壊れだよ。ここも無理だ。逃げよう逃げよう逃げよう。すると目の前に大きな姿鏡が出てきて、そこにはなんと、いやあ、俺らだ。恥ずかしい。恥ずかしい。こんだけ恥ずかしがってんだよ、お前。全然怖くねえな。なんだろうな、吊り橋がボロボロだね。お前のせいだ、もういいよ。どうもありがとうスカスカブレインのお二人、ありがとうございました。ありがとうございました。改めて自己紹介お願いするんだよ。スカスカブレインの工藤です。よろしくお願いします。同じくスカスカブレインの田中です。お願いします。はい、じゃあスカスカブレインはどっちがネタを作ってるの？はい、一応僕が書いております。おじさん、ほんと何もやんない。鼻くそもじってりゃネタが出てくるんでね。いいですよ、ほんとに。判定結果の方は、はい、はいはい、手応えはあるのかい。いやちょっと厳しいかなって。じゃあ、そんなドキドキの結果発表に移りたいと。はい、はい。はい、単位取得になるでしょうか。出席率はネタが面白いと思った学生は、リーダーを学生証にかざす。すると、出席率が出る。出席率が7割を超えてれば、ネタを披露した芸人は単位取得だ。そして進級ができる。単位を取得できなければ、そう、留年だ。面白いネタを用意して、学生の出席率を上げるんだ。はい、はい。単
会員取得になるでしょうか。出席率は9割です。おめでとうございます。誰だ誰だ入れてないの。ちょっと探すじゃん。一人でしょ多分。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。スカスカプレイのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて2組目の発表に移るのだ。2組目はキャンパスラフ1年の世を忍ぶ仮の姿の漫才です。それでは卒業を目指して笑いを取るのだよ。最近皆さんもそうだと思うんですけども、小学生の頃の遠足の思い出を思い出すと思うんですよね。思い出さない。お前だけ。俺だけか。いやでも小学校のさ、遠足っつったら超一大イベントだよ。そうだな、なんか夜とか、なんか明日遠足だから眠れないみたいな。な、小学生だから興奮すんだよな。ああ、明日遠足だから眠れないな、興奮する。あっちのお母さんいる。あ、お母さんお母さん眠れないよ。明日会社ですよ、お父さん。お父さんじゃねえよ。息子やってんの、息子。息子、うん、もう本当に早く寝なさい、息子。寝なさい、息子。名前で呼べよ。愛がねえな。ほんで早く寝なさい。さもないと明日のお弁当にお母さん入っちゃうよ。怖えよ、怖えよ。あ、一つ言い忘れてたよ。あのお母さん、明日のバス、窓際ね。行く気満々じゃねえ。大丈夫、大丈夫。ゲロは絶対に吐かないから。汚ねえな、おい。おるるるる、なんで今入っちゃうの。かき集めて。なんかお前のゲロトルコアイスみたいになってそこに。弁当に入れんなよお前。失礼したよ。失礼しないで。ほら遠足って言ったら行きのバス、これが楽しいんだよな。盛り上がるよな。あー、遠足楽しいな。お前だけ何乗ってんだよ。ハーレーダビッドソンだよ。ウェッフーウェッフー。じゃねえ、お前だけバイク乗ってんのおかしいでしょ。え、おかしい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 。言えない言えない。お菓子交換してよ。おかしいおかしい。必死だなおい。何持ってきたのじゃあ言ってごらん。聞いちゃう。ここだけの話だぞ。わさびー。わさびな。わさびーふかと思ったらびっくりしたわ。お菓子もいいんだけどよ、バスの中っつったらバスガイドさんいじるだろ。いじったね。皆様、皆様。あの、すいません。誰がブスガイドよ。言ってねえよ。何ですか。あの、すいません、ブスガイド。今ブスって確実に言ったわ。あのバスガイドさんって、あの彼氏とかっているんですか。いませんよ、タクションめんくさいクソ。マイク入ってる。おや。皆様、左手をご覧ください。ほら、生命線がここに。いや、知らない、知らない。皆様、次に右手をご覧ください。大きな東京タワーです。あ、大きいですね。次に左をご覧ください。大阪城です。ここどこだよ。次に、私のことをちゃんと見てください。片思いか。皆様、右手をご覧ください。ミーデラ、ミブデラ、デラ長谷デラ、おお、こっちには清水デラ。デラばっかじゃねえか。お前はもう、テイラー・スウィフトか。ごめんごめん。あんまね、食いつかないで。ここで皆様にお知らせがございます。お知らせ。当バスは全面喫煙。禁煙にしろよ。そして飲食が禁止となっております。モリモリ食ってんじゃねえか、お前がよ。ああ、じゃないよ。そして急に頭上から酸素マスクが落ちてくることがございますが、ご了承ください。ご了承しねえよ。なんで上からマスク打ってくんの。運転手の気まぐれです。最悪だもん。おっと、こちら運転手の気まぐれマスクになります。シェフの気まぐれパスタ風に言うのよ。ほら、遠足したら行きで食べるこのバス。え、おい、バス食うのやべえ。弁当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 、これが美味しいんだよな。あ、弁当盛り上がるな。バカ。あ、かわいいミニトマト。それだけ。それだけじゃねえよ。いろいろ太って入ってるから。俺のおかずあげようか。いらねえもん。バカ。あ、美味しそうなタコさんもいんのよ。バカ。うわ、タコ。通り前の生きてる。怖えよ、ホラーです。捨てちゃったよ。バカ。ああ、美味しそうな唐揚げ。バカ。ああ、この芳醇な香り。すげえな、お前の弁当。魚介の出汁をふんだんに使った、まるでイタリアの風が吹いてくるかのような日の丸弁当。バカ。うわ、生肉。調理して。バカ。うわ、画鋲。いい質だな。アルパカ。アルパカ。バカ。うわ、液体窒素。危ない危ない。バカ。ガチャ。閉めちゃったよ。バカ。うわ、何が入ってる、何が入ってる。お母さん。最初のお母さん入れちゃったよ。もういいよ、どうもありがとうございました。容姿の仮の姿のお二人、ありがとうございました。ありがとうございました。改めて自己紹介をね、うん、お願いするのだよ。またよし、なのだよ。あ、
陽忍ぶ仮の姿のジョークだと言います、はい、お願いします。じゃあね、陽忍ぶ仮の姿のお二人は緊張とかって何出てこない。いや、今いいよ。集中して、緊張について聞かれてんだろ。緊張なんかね、しないですよ。あ、そうだね。本当に、はい、全然全然僕の方が多分緊張してる。そうですね、鼻息がさっきからじゃあ判定に移るのだよ。無事単位取得になるか。出席率は10割です。超嬉しい、超嬉しいです。10割10割です。最高、100点満点です。100点満点。全員が印をつけた。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ギャラってもらえるんですか。やめなさい。まあ、というわけでね、はい、よーしのぶ仮の姿、ありがとうございました。ありがとうございました。次回の授業をお楽しみに。広瀬、レイン。